はい、じゃあ実際にですね、こういう汚れっていうんですかね、これ多分テープの剥がした跡なんですね。ボンドとかそういうやつですかね。通常はですね、こういう、洗剤を使ってですね、こうつけて落とすんですけど、正直なかなか落ちないですよね。まあ拭いても全く落ちないです。こういう汚れをですね、どういうので落とすかっていうと、はい、こうシンナーですね、ホームセンターでこういうの売ってますので、まあ塗装関係をこれ落とすあのシンナーなんですけれども、汚れも結構落ちます。で、一番いいのはですね、こういうメラミンスポンジって分かりますかね。メラミンスポンジ、まあ魔法のスポンジってやつ、こういうやつがあるんですけども、これと併用して使うとですね、結構落ちますので、じゃあ実際ちょっとあのやってみましょうか。これもちょっとシンナー染み込んでますんでね、この辺が分かりやすいですかね。どうです、分かりますかね。分かります。はい、こんな感じです。もっとちょっと分かりやすいところでやってみましょう。ここ筋が入ってますよね。これ絶対落ちないです、洗剤じゃ。ちょっとやってみましょう、もう一回。これですね、プロの清掃屋さんとかもシンナー使って汚れ落としてますんで、まあ、僕もちょっと一時、ビルメンテの方やってたんですけれども、こういうシンナーとかを使って綺麗に落とします。はい、これでも落ちないときはですね、剥離剤あるんですけれども、剥離剤はちょっと下の塗装とかも落ちる可能性があるんで、まあペンキのりに失敗したなとかっていうときに、使う場合もありますけれども、ちょっと気をつけてもらわなきゃいけないのがですね、まあ、ペンキを塗った後にもう一回塗って、それを、剥離剤とかで落とすと下の、塗装とかも落ちる可能性がありますので、はい、それちょっと注意して剥離剤使ってください。だいたい僕らはこの程度のやつで、汚れを落としていって綺麗にしていきます。今日はですね、まあ設備を、綺麗にするというか、まあこういう風にして綺麗に、仕上げてますということでちょっとお届けしました。